カンパニーということで今回はですね映画の最新情報盛りだくさんでお届けしていきます。あ、そうなんですね。はい、なるほど。発表あるということですね。これね、それについて小松くん、どうも。ここでしか寝られないか。ありがとう。おはようございます、増山孝之です。おはようございます、増本拓也です。おはようございます、浜健人です。おはようございます、小松です。この番組は若手声優4人が番組という名の会社を立ち上げ、ビッグな大企業にしていくサクセスストーリー番組だぜ。今回も昨今の情勢を受けまして感染症対策を施した上でお届けいたします。よろしくお願いします。チャンス上がり方が24みたいになって大丈夫ですか？なんか追われてますね。さて特に触れないんか。いよいよお待たせいたしました、今月末に映画警報カンパニーあの日の段ボール公開でございます。はい、俺はこうなるよ、こうなっちゃうよ。あ、なるほど。あ、そういうことだったら終わるってことですよ。もう止まんねえんだよ情熱が。申し訳ございません。みんなもね、公開されたらぜひ感想とかをね、ネタバレにならない程度にツイッターでガンガンつぶやいてもらえればと思います。確かに。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね映画の最新情報盛りだくさんでお届けしていきます。あ、そうなんですね。はい、なるほど。もう早速なんですけれども今回なんと特別に映画の本編シーンを先行公開したいと思います。やるっすね、いいっすね。見せちゃうんだね。ダメですよ、見せちゃいますよ。あと10秒ぐらいでしょ。これはですけど、いやいや大丈夫です、50分ぐらい見せます。ほぼ全部じゃないですか。誰も来てくれない。まあちょっとごめんなさい、言い過ぎましたけど1分2分じゃないそうですよ。え、結構しっかり本編のシーンを見せちゃおうということらしいんで、マジで頑張って作ったね、はい、映像を見せしちゃおうということでございますので、ね、早速ご覧いただこうと思います。どうぞ。松山チームのキックオフミーティングだ。お前たち、ハンセムは知ってるな？ハンデッドアンセム。今最も CD が売れているコンテンツだ。ライバルは多いが、勝てばうちの業績も急成長だ。そんなことは分かってる。社長からもらったファイルに書いてあるからな。そうか。とにかく松山チームとしてコンペに勝てる企画を出そう。松山チーム、それを言うならコンドロイチンチームじゃないんですか？コンドロイチン、あれ知らないですか？松山さん、腰痛でいつもコンドロイチン飲んでるらしくて、一部の女性社員からコンドロイチンって呼ばれてるんですよ。コンドロイチンと一緒のプロジェクトなんて不安しかないですよ。コンドロイチンに罪はないだろ。てか、なんで知ってんだ。さて、なんでですかね。とにかく各々の個性を発揮してバンバン企画のアイディアを。個性、お互いのことろくに知らないのに個性も何もあったもんじゃないだろう。それはそうだけど、まあまあ、そうだ、キックオフってことで今日はお互いを知るために、チームで飲みにでも行きませんか？お、いいな、初のチーム飲みは。おい、ある。飲むのは仕事の範疇外だ。企画案は来週までに各々が提出して、その中から選べばいいだろう。でも、チームとしても一体だ。俺も、増本さんの意見に賛成です。ってことで、じゃあ今日の会議はここまでですかね。あ、松本さん、あ、浜さん、俺、定時後はゲームしたから。増山チームって言うけどな、そもそも俺、お前のことリーダーって認めてないか。なんで誰も来ないんだよ。本当そうですよね。僕も初めて大きな仕事ができるかもってワクワクしてたんですけど。俺だって初リーダーで気合入ってたのにさ。リーダーの命令は絶対じゃないのか。
もう一杯おかわり。すいません。はい、ウーロンハイ一つ。はい、薄めでお願いします。失礼します。ウーハイパイ。小松、お前はいいやつだな。はい。増山チームはお前だけか。いや、まあ、飲みを提案したのは僕ですし。おお、確かにそうだな。お前の言うとおりだ。全部お前の言うとおり。ういウーハイお待ち。おお、はい、ありがとう。俺はお前と酒とタクシー券が大好きでーす。なんでタクシー券。すいません、ちょっと周りに迷惑だと思うんですけど。ああ、いや、すいません、僕からも注意しておきますんで。すいません。お願いします。あ、タートルクリエイティブさんですか。え、あ、そうですか。例のコンペの話って聞いてます。え、あの、うちも競合先の一つなんですよ。どうなんですか。コンペ絶対負けねえぞ。ちょっと静かにしましょう。絶対負けねえぞ。増山さん、負けねえぞ。増山さん、増山さん、うん、大丈夫ですか。増山さん、じゃあそろそろ行きます。増山さん、あと浜って社員がいますよね。はい。キングラビッツの梶原がよろしく言っていたと伝えてください。浜さん、すいません、お会計お願いします。おい、増山さん、うん、そろそろ行きますか。うん、大丈夫ですか増山さん。うん、マサさん、行きましょう。ね、もう行きましょう。すいません、こっちもお会計お願いします。はい、行きましょう。行きますよ、出しますよ。はい、はい、はい、ということで3月26日公開予定の映画蛍光カンパニー、あの日のダンボールの冒頭の映像をご覧いただきました。わー、夢じゃなかった。結構見せたね。結構見たね。なんかでも俺らはさ、まあ、当然こうシーンごとに撮影するわけじゃないですか、うん、改めてこうちゃんとした映像で見るとマジで映画作ってんだなって感じになるね。あの、僕らはスクリーンデビューしてます。それがもうでっかいあの劇場のスクリーンで我々映るわけですから。やばいですか。まあこれね、あのご覧いただいた社員の皆様もやっぱこう映画に向けてなんか本当に形になってるっていう感じでね、ワクワクが高まったと思いますのでね、ぜひあの上映を楽しみにしてもらえればと思います。ここで改めてのお知らせとなりますが、上映される劇場は2カ所ございます。東京はシネリーブル池袋、そして大阪はシネリーブル梅田となっております。ぜひ皆様劇場に足を運んでご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、皆さんお待たせいたしました。ここからですね、映画のグッズ情報をお届けしていきます。いえ、グッズがたくさんあるので紹介をとある方にお願いしていたんですけれども、おっと、そろそろ来たんじゃないかな。どうもみんな、また後ね。浜健人だよ。ああ、いえ、どうも、こんにちは、こそです。あれ、こんな人でしたっけ。はい、今回はですね、年末の K4 紅白歌合戦にご出場いただいたお二人にグッズの紹介をしていただけるということで、お忙しい中本当にありがとうございます。ありがとうございます。すいません、本当に助かります。みんな紹介するよ。そんな下ったらずな方です。小松さんですよね。こそです。なまってたって、なまり歌手だったっけ。ちょっと海外に留学したらしくって彼。ああ、ちょっとしばらく日本語喋らなかったらしくて。なるほど、日本語がまた不慣れになってしまったということで。そう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 。そんな人に紹介してもらうのはちょっと困るんですけれども。本当に勉強していきました。じゃあ早速2人グッズ紹介しちゃってよ。オーライ、まずは主題歌情報だよ。あー、先週解禁された予告編にも使われていた映画主題歌 Believe、社員のみんなへの応援歌になっている感じでございます。こちら通常版と豪華版の2タイプでリリースが決まってて、さらにですね、豪華版には
警報あるあるソングのソロバージョンを収録しています。社員さんから募集した警報あるあるも取り入れられて聞き応えのある4曲になってるんだけども、この曲小松くんどう思った？この曲ほんと直だからありがとう。あ、はい、持ってくれるんだね。あ、もうはい、アシスタントなんで今日僕は、はい、名前なんていうの？あ、松山武樹です。いい名前だね。めちゃくちゃ目が怯えてる。ジャケットこんな感じに。お、なんと言います。あれ、名前なんていうんだっけ？あ、松山武樹です。グッド。ここから映画公開記念グッズご紹介するよ。今回販売されるグッズは全部で6つあるんだ。まずはこちら、パンフレット。映画には欠かせないよね。警報メンバーのインタビューはもちろん、パンフレットでしか見れないオフショットも満載さ。映画を見る前も見た後も楽しめる一冊になってるんだ。あ、増山武明くんだっけ？あ、はい、そうです。これも紹介してくれるんだね。あ、はい、持ってます。こんな感じに。はい、みんな、これがパンフレットの絵だよ。よく見て、はい、買いたい意欲をぐっと高めてね。もちろんだから、ここだけでしか見られないショットとかもたくさんあるってことですよね、これね。それについて、小松くん、どう思った？ここでしか見られないから、ありがとう。マジでなんでこの2人にしたんだよ。ありがとう。次はクリアファイルセットだよ。4人の撮り下ろしショットをはじめ、キービジュアルもセットになって、合計なんと3種類のデザインが入ってるんだ。これ、スーツだったり私服だったり、全部クリアファイル限定の写真になってるんだ。ああ、めちゃくちゃいいね。もう勢ぞろい。かっこいいね。はい、みんなちょっと普段しないような顔つき しちゃってんじゃないの？そうだね。あなたもなんか普段しなさそうなことやってるからね。そんで2つ目がこちらですね、うん、アップの写真ですね。これみんな結構かっこいいんじゃないの？いや、結構キメキメですね。ね、そうですよね。次はね、横になってて私服バージョンって感じ、ね、あ、めちゃくちゃいいね、それね。なるほど。まあ、裏側はね、こう共通のデザインになって。なるほどね、うん、めちゃくちゃいいね、これね。はい、小松くん、これどう思った？トナゲトポゲサムゲタス、ありがとう。そしてこれだけじゃないんだよ。次はね、ランダム缶バッジだよ。大人気の警報カンパニー缶バッジに映画バージョンが登場さ。警報のスーツ姿や私服姿はもちろん、廃墟警報も入って、シークレット込み、なんとランダムで全14種類も展開するんだ。またこれいいショット使ってんじゃないの、これ。なんか聞いたところによると、竹明くんはシークレット見ちゃったらしいじゃん。ちょっとさっきチラッと、はい、見させていただきました。どうだった？これ我々ね、4人のスーツスタイルと私服スタイル、廃墟警報さん、うん、って感じになってるんですけど、シークレットは俺とはまたちょっと違う、また気になること言ってくれるじゃないか、はい、気になっておりますんで、あんまり内容は言えないですけど、はい、ぜひ手に取ってほしいね。はい、みんなね、小松くん、これ見てどう思った？全部集めてくれたあなたがチキだから、ありがとう。ありがとう。じゃあここからは僕が紹介するよ。続いてはランダムブロマイドセット、2枚セットで組み合わせは全6種類。 A から D は警報メンバーのソロとペアショットのセット、 E と F は廃墟警報のソロカットが1セットになってます。缶バッジと同じくこちらもランダム販売になります。通訳さん、これ、はい、どう？いや、素晴らしいですね。なんか本当に皆さんの日常を切り取ったような、みんなすごく自然体な顔じゃないかなって思いますね。日本ではこういうの受ける？いや、やっぱりスーツというのは重要がありますね。本当に素晴らしいショットの数々だと思いますよ。よかったよ。うん、浜さんどう思う？めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいと言われてます。あーへよ。次はレプリカグッズセットだよ。映画の撮影でも使用してたグッズでセットで登場だよ。僕たちが劇中内で所属しているタートルクリエイティブのロゴが入ったレプリカグッズになっているよ。スーツにつけていた車掌のピンバッジをはじめ、手帳やボールペン、ハンカチ、ランチ等々の5点が入った豪華セットです。おー、この布団とかもいいですね。スラクさんもこういうの仕事で使うよね。ああ、必須ですね。やっぱり手帳は大事ですからね、うん、社会人のこうたしなみとして、ハンカチってやっぱりいいかもしれませんね。こうやっぱりこういうとこで他の人と差をつける、なかなかこう幅が狭くなってしまうこのビジネススタイルにこういうカジュアルなものを合わせる、いいんじゃないでしょうか。はい、うん、このトートバッグ可愛いですよね。さらへよ。
ハマさんどう思う？あの白いハンカチ、うん、戦い疲れた僕には持ってこいだね。あの白旗をあげるって、あの日本語であの負けたっていう。ああ、日本おもろいね。さあへよ、通訳が一番優秀じゃねえ。それでは最後はコンプリートセットだよ。これまで紹介したグッズが全部入ったスペシャルなセットだよ。パンフレット、クリアファイルセット、レプリカグッズセットが各一つずつ、そしてランダム缶バッジ10個とブロマイドセット、なんと全6種のコンプリートでお届けだよ。さらに主題歌 CD の限定版もセットになってるよ。すげえ。そしてさらに初回生産分限定で映画公開を記念したロゴをあしらったブランケットをプレゼントするよ。お、初回生産分のみのスペシャルアイテムとなってるので、なくなり次第終了、お買い逃しないようにチェックしてくださいね。限定です、うん、オリジナルのロゴも可愛い。本当に日本人こういうの好きだろ。な、日本人。いや、私本当に大好きですこういうの。あ、しかもこの段ボール、このために書き下ろしていただいた新しい新規のロゴで、どうですか。え、これ新規ですよ。すごい、サラヘヨ。あ、痛く感動したと言っております。はい。そしてオンラインショップ二次ストアでは公開記念グッズの購入特典を2種類ご用意しているよ。映画の撮影風景を切り取ったフィルム風しおりは全8種、2500円ごとに1枚ランダムでついてくるよ。また8000円以上のお買い上げでキービジュアル全集合バージョンの A2 ポスターをプレゼントするよ。こちらの特典詳細は特設ページに掲載するので、改めてご確認ください。そのポスターがこちらです。ババン、日本人がたくさん写ってる。ハマさんどう思う？ファイルより大きくなったから迫力があっていいね。終わりだよ。あとしおりも現物が あちらに映画フィルム風ということで、本当あのね、いっぱい種類あるんですけど全部絵柄が違うんで、うんうんうん、どれもいいっすね。やっぱりこういうのを使ってさ、さりげなく K4 の社員アピールできるとさ、あいつやるなって思うよね。ぜひゲットしてください。いやー、盛りだくさんですね。本当に全部良かった。そうなんだよ、いいのしかないの、本当に本当に。はいはい、こちらですね、それが決定してるシネリーブル池袋とシネリーブル梅野では劇場物販も決定いたしました。なんだって、はい、ありがとうございます。こちらの取扱い商品についても特設ページに掲載しておりますので要チェック、劇場購入特典もあるのでお見逃しなく。はい、ということで、いやどうですか、日本のグッズは素晴らしい出来でしょう。本当にさらへん、皆さんもどうでした。いいね。お二人ともありがとうございました。はい、ということで映画グッズについてご紹介しました。はい、なおですね、この公開記念グッズはこの後21時30分、21時30分から二次ストアでの予約販売がスタートいたします。あ、すぐだね。じゃあね、はい、買わなきゃ。これ先ほどご紹介した特典類、こちらは数量限定となっておりますので、皆様お急ぎをよろしくお願いいたします。要チェックだぜ、貼ってください。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。要チェックだぜ。ありがとう。それでは、お別れのお時間です。本日のお相手は増山武明と浜健人、小松宗太と増本拓也でした。お疲れ様でした。ギャラ頼むというわけで、皆さん人質を取りました。向こう見てください。お、皆様のカバンを回収いたしております。いつの間になんか勝手にダウトグッズを一つ忍び込ませてます。最後何、最後何、最後何、ニジスタチャンネル登録。